マスコミの世論調査を見ても6割を超える皆さんが、国民の皆さんが、この法案は憲法違反であり、この国会で決めるべきではない、マスコミによれば8割を超える国民の皆さんが反対をして、危ないぞ安倍政権、危ないぞ日本、こんな思いで今日はチラシを配らせていただいております。今本気でこの政府が出している戦争法案を止めなければ、国策によって再び血が流れる、国策によって国民の命がまた奪われる、そんな時代が来るやもしれない、そんな危機感から学生や若い人から高齢者、お年寄りの方まで、この法案は問題だぞ、安倍政権危ないぞ、こんな思いで立ち上がって、この7月19日の集会が行われます。まさに国策によって国民の命が犠牲にされるのが戦争であります。自衛隊といえども国民、本当に安倍さんが私たち国民の平和で安心な暮らしのことを考えているんだろうか、そんな疑念さえも持たざるを得ません。今止めることができるのは本当に国民の皆さんから、市民の皆さんから、この法案、安保法制は戦争に従う法案だからダメだよ、この声を上げていく以外には、実は止める道がないのであります。私たちはそういう意味で戦争法案にも反対、労働者派遣法の改悪にも反対、労働基準法の改悪にも反対です。格差と貧困が広がるこの安倍政治にまさに脳を突きつける、それが7月19日の集会だというふうにも思っています。